皆さんおはようございますただいまから決算特別委員会第2分科会を開会いたします本日は各局から議案の概要説明を聴取いたしますなお説明聴取の際には質疑や資料要求等を行わずそれぞれの局に対する質疑の際に行っていただくようお願いをいたします以上ご了承願いたいと思いますそれでは初めに保健福祉から議案の 概要説明を聴取いたします理社説明願います安倍保健福祉部長おはようございます直接して説明の方お願いいたしますありがとうございますそれでは平成29年度の保健福祉局決算の概要につきまして平成29年度京都市決算実績報告書に基づきましてご説明を申し上げます決算実績報告書の26ページをお開きいただければと思います ままず1の決算総括でございます平成29年度保健育祉局におきましては命、暮らしおよび改革と創造の3つの重点方針のもと保健、医療福祉の各分野の取り組みを推進するとともに健康長寿の町京都推進室医療衛生センターの設置や区役所支所における保健福祉センターの設置などの体制整備を行い時代に即した保健福祉行政を推進するための取り組みを進めてまいりました。 個別の使用施策の概要につきましては後ほどご説明申し上げますが障害者福祉では育み支え合う町京都ほほえみプランの策定高齢者福祉では在宅医療介護連携支援センターの開設などの取り組み生活保護生活困窮者支援ではハローワークとの連携による福祉就労支援コーナーの全区役所支所への配置あ設置保健衛生対策では民泊が市民と宿泊客の安全安心を確保し 周辺のの生活環境とと調和しししししたたた京都らいい良質ななななおもてなしのできるる宿泊施設となる取り組みなどを推進いたしました本格的な人口減少社会の到来や国における社会保障制度改革など保健福祉行政を取り巻く状況が大きく変わりつつある中保健福祉医療の連携を一層推進しつつ伝える力聞く力を磨きながら市民一人一人にしっかりと向き合い市民のための仕事を進めてまいります。 次の2の重点取り組みの実績および29ページの3の保険福祉局所管の決算額につきましては31ページからの4の保険福祉局使用施策の概要と遅刻をいたしますので恐れ入りますが説明を省略させていただき31ページの4の保険福祉局使用施策の概要を説明させていただきますそれではまず平成29年度の保険福祉局所管の決算額等でございます 一般会計でございますが、予算減額2129億5990万円に対しまして、決算額2076億9305万円、翌年度繰越額1億3470万円、扶養額51億3215万円でございます、予算に対する執行率は97.5%、扶養率は2.4%でございます。 また特別会計といたしまして国民健康保険事業特別会計をはじめ4つの特別会計の合計で予算減額3368億1300万円に対しまして決算額3197億6720万円扶養額170億4580万円となっております続きまして主要施策の概要につきまして主な事業を順にご説明を申し上げます最初に1の健康長寿推進でございます ままず健康増進対策でございます1つ目の健康長寿の町京都推進プロジェクトでは健康長寿の町京都いきいきポイントの実施にあたり対象年齢の制限を撤廃したほか健康長寿の町京都いきいきアプリの配信を開始するなど事業を充実いたしました1つ下の健康づくりプランの中間評価見直しおよび分野別指針の改定では 京都市民健康づくりプランの中間評価と見直しを行うとともにタバコや飲酒に関する行動指針などを改定し健康長寿き笑顔のまち京都推進プランを策定いたしました一つ下の京都市航空保険推進実施計画の策定ではハッピースマイル京都を策定いたしました一つ下のがん対策のうち胃がん検診の充実につきましては胃内視鏡検査および胃がんリスク層別化検診いわゆる ABC 検診を開始いたしました 次に生きがいい社会参加でございます3つ目の地域支え合いボランティア活動助成事業では地域の高齢者等が担い手となるボランティア活動に対して助成を行いました在宅福祉施策でございます一番下の国際アルツハイマー病協会国際会議における啓発支援事業では平成29年4月に本市で開催された第32回国際アルツハイマー病協会国際会議の開催支援を行いました 32ページをご覧ください介護基盤等整備につきましては32ページから34ページの上から2つ目定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所整備助成にかけて記載のとおり第6期京都市民長寿宿泊プランに基づき特別養護老人ホーム認知症高齢者グループホームなどの整備助成を行いました2の続きまして2の介護保険事業特別会計でございます 予算減額1367億100万円に対しまして、決算額1314億8767万円、扶養額52億1333万円となっております、なお、歳入総額は1356億8205万円となっており、形式的には差し引き41億9438万円の黒字が生じております。 この形式収支の額から保険料等の還付未細金や国庫支出金等の超過交付等を差し引いた結果実質収支は17億3406万円の黒字となっております主な事業につきまして1つ目の保険給付費のうち職員の処遇改善につきましては福祉介護職員の技能、経験等に応じた昇給の仕組みを構築した事業者に対して新たな上乗せ評価を行う加算が創設されこれに対応いたしました 1一つ下の地域支援事業費のうち在宅医療介護連携の地域展開では在宅医療介護連携支援センターを市内2か所に設置しモデル事業を実施いたしました1つ下の地域で築きつなぎ支える認知症総合支援事業では認知症初期集中支援チームを新たに2か所に設置しモデル事業を実施いたしました 2つ下の事務費などのうち、京都市民長寿健やかプラン策定では、第7期京都市民長寿健やかプランを策定いたしました、3の後期高齢者医療特別会計でございます、予算減額1 9十億4700万円に対しまして、決算額は186億3507万円でございます、35ページをご覧いただきまして、1人当たり保険料につきましては、7万4469円となっております。 続きまして4の障害者福祉の障害者自立支援給付でございます一番上の介護給付費訓練等給付費のうち職員の職務改善につきましては介護保険事業と同様に新たな上乗せ評価を行う加算が創設されこれに対応いたしました6つ下の障害者福祉施設スプリンクラー設備等整備助成につきましては18か所の整備助成を行いました 3つ下の地域リハビリテーション推進センター、ここの健康増進センター、および児童福祉センターの一体化に向けた基本計画の策定につきましては、3施設一体化整備基本計画を策定いたしました、1つ下の次期京都市障害者施策推進計画、および第5期京都市障害福祉計画の策定につきましては、はうくみ支え合う町京都ほほえみプラン、 京都市障害者施策推進計画第5期障害福祉計画第1期障害児福祉計画を策定いたしました障害者地域生活支援事業でございます36ページをご覧ください 上から5つ目の身体障害者社会参加促進事業のうち京都市は言語条例の施行に伴う手話の普及啓発聴覚障害者の社会参加推進に関する事業の実施拡充では手話を学べる啓発番組の制作などに取り組んでまいりました社会参加促進でございます3つ目の障害者スポーツ振興のうち車椅子フェンシング強化拠点のトレーニング環境の充実では 東京パラリンピックに向けた選手強化のためナショナルトレーニングセンターにおける機器備品の配置等を行いました1つ下の障害者就労支援推進事業のうち企業で働く精神障害者定着支援重点事業では京都市障害者職場定着支援等推進センターの専門職員を増員するとともに南部分室を設置いたしました37ページをお願いいたします後の生活保護でございます 就労支援をはじめとする自立支援施策等を推進いたしました1つ目の生活保護補助費でございますが予算減額756億5200万円に対しまして決算額は747億7413万円でございます6の保険衛生対策の感染症予防対策でございます 2つ目の感染症その他疾病予防対策の肝炎ウイルス検査の受診機会の拡充および一つ下のエイズ対策の HIV 検査の受診機会の拡充では肝炎ウイルス検査の委託医療機関を大幅に拡大するなど感染症検査体制を充実いたしました38ページをお願いいたします生活衛生対策でございます1つ目の環境衛生関係営業施設対策のうち民泊対策事業では 医療衛生センター内に民泊対策専門チームを設置したほか、京都市住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための措置に関する条例などの制定や、旅館業法における未来営業施設に対する現地調査、指導の実施など、民泊が安全安心で地域と調和した京都らしいおもてなしの宿泊施設として、適正な運営を確保できるよう取り組んでまいりました。 3つ下の衛生環境研究所と京都府保健環境研究所の共同化による整備事業では、府市協調による整備を着実に進めてまいりました、なお一部の経費を繰り越しております、1つ下の京都動物愛護センター運営等のうち、ペットの防災対策推進事業につきましては、飼い主とペットが一緒に避難できる避難所の受け入れ体制強化に向け、啓発等を行いました。 4つ下の深草望遠における樹木型納骨施設事業では近年需要が高まっている樹木型納骨施設の整備を実施いたしましたなお一部の経費を繰り越しております7の市一律病院機構病院一律病院機構病院事業債特別会計につきましては30億4200万円の予算に対しまして決算額は29億9443万円でございます8の地域福祉その他の地域福祉でございます 5つ目の地域支援生活支援の強化推進では地域安心支援員を3名増員し計12名で支援体制のさらなる充実により全市展開を図りました一つ下の民生委員制度創設100周年記念活動促進事業では民生委員制度が平成29年度に創設100周年を迎えたことを契機に記念誌の作成などを行いました次に災害対策でございます 2つ目の社会福祉等の耐震化の促進では、私有建築物の耐震解消にかかる設計を行いました。次に国民年金事務その他でございます。一番下の保険特殊の融合に向けた区役所、秘書の窓口再編では、福祉部、保険部を福祉と保険の垣根を取り払い、 保健福祉センターとして新たに位置づけ、市民に分かりやすく、より質の高いサービスを提供できるよう6つの窓口に再編し、全区役所支所に設置いたしました。39ページをご覧ください、最後でございます、旧の国民健康保険事業特別会計でございます。 予算減額1780億2300万円に対しまして決算額1666億5200万円扶養額113億7298万円となっておりますなお歳入総額は1720億5549万円となっており 非保険者数の減少等による医療給付費の支出減等によって収支改善が図られた結果。累積収支は前年度までの十六億六千十二万円から五十四億五百四十七万円の黒字となっております。なお、この累積黒字の中には、約十七億円の国庫負担金の課題交付があり、三十年度に返還が必要なことから、実質的には約三十七億円の黒字となります。 以上が保健福祉局の平成29年度決算の概要でございます以上でございますよろしくお願い申し上げますはいどうもありがとうございました以上で保健福祉局からの説明聴取を終わります理事者ご苦労様でございました次の子ども若者把握局の理事者が入室するまでしばらくお待ち願いたいと思います それでは次に子ども若者の育み局からの議案の概要説明を聴取いたします委員説明をお願いいたします上田博美創造推進室長説明をお願いいたします、はい、しく着手して説明をお願いしますありがとうございますそれでは平成29年度の子ども若者育み局決算の概要につきまして平成29年度京都市決算実績報告書に基づきご説明いたします40ページをお開き願います まず1の決算総括についてでございます平成29年度は本市で8年ぶりの新局として子ども若者育み局を創設し子どもや若者に関わる施策について取り組みを推進してまいりました個別の施策概要につきましては後ほどご説明いたしますが保育所の新増設や私立幼稚園の預かり保育の拡充等により国定義で5年連続待機児童ゼロを達成し 学童クラブにおいても7年連続待機児童ゼロを達成いたしましたまた保育士等の処遇改善のさらなる充実各区役所支所に子ども育み室を設置しコンシェルジュ機能を担う職員を育成しました子どもの居場所づくりの取り組みに対する初期費用の助成やアドバイザー事業の創設児童養護施設等の対象者への調査による実態把握と支援の充実等に取り組んだところでございます 子ども・若者育み局では本市ならではの子育てと人づくりの伝統を礎に子どもや若者に関わるあらゆる行政施策のさらなる融合・推進により子どもや若者を地域で育むことで地域全体が元気になっていく街の実現に向けて全力で取り組んでまいります。2の重点取り組みの実績につきましては後ほどご説明させていただく4の主要施策の概要と重複する記載が多数ありますので説明を割愛させていただきます。 次にページをおめくりいただきまして43ページをお開き願います3の子ども若者育み局所管の決算額でございますまず一般会計の歳入でございますが予算減額623億8200万円に対しまして収入済額606億9372万円予算からの差し引き16億8828万円でございます予算に対する収入率は97.3%でございます 次に歳出でございますが予算減額1005億5500万円に対しまして支出済み額979億6318万円扶養額25億9182万円でございます予算に対する執行率は97.4%扶養率は2.6%でございます続きまして母子福祉家父福祉資金貸付事業特別会計でございますが歳入総額が12億7135万円 歳出総額は5億7860万円差し引き6億9275万円の黒字でございます続きまして44ページを開き願います4子ども若者育み局主要施策の概要でございます29年度予算における新規充実事業と先ほど説明を割愛させていただいた重点取り組みの実績に記載の項目に絞ってご説明させていただきます最初に1幼稚園保育所でございます まず、子どものための教育保育給付でございます。民間保育所等における保育士等の処遇改善でございますが、これまでから本市独自で行っていた保育士等の処遇改善について、日本一億総活躍プランに基づく国施策に呼応し、さらなる充実を図ったものでございます。次に、教育保育の充実でございます。1つ目の多様な保育等の提供でございますが、一時預かり事業について新たに1箇所で実施し、受け入れ枠を拡充するとともに、 病児・病後児保育事業では既存施設1か所で定員を増やすことにより受け入れ枠3名を増やしました下から3番目の私立幼稚園女性では私立幼稚園等の地域での子育て支援機能の充実と教育実践の発信のため新たに満3歳未満児を対象とした親子登園事業の実施に対する補助を実施いたしました一番下の保育士確保,保,士確保対策事業では 京都市における質の高い保育の安定的な提供を図るため保育士宿舎借り上げ支援事業や学生や潜在保育士等に対する保育の魅力発信キャンペーンなどにより保育人材確保の取り組みを推進したものでございます45ページをご覧願います1つ目の保育所待機児童の解消では子ども子育て支援事業計画に基づき民間保育所等整備助成小規模保育整備助成に取り組みました 保育所の新設は記載の10箇所でございます。なお、整備助成を伴わない新設は別に1カ所ございます。保育所の老朽改築及び定員増は記載の4カ所でございます。一番下の増築については記載の3カ所でございます。46ページをご覧願います。1つ目の分園については記載の1カ所でございます。28年度からの継続事業は記載の8カ所でございます。小規模保育整備助成として、 機材の新新設設所にに整整備備助助成成をを行いいいまましたななお整備助成を伴わない新設は別に7カ所ございます保育所待機児童対策としてこれら民間保育所等整備助成小規模保育整備助成に加え整備助成を伴わない定員増8カ所の認可など受け入れ枠拡大に取り組んだ結果30年度当初において5年連続で国定義における保育所等待機児童ゼロを達成したところでございます。 次に46ページ下から2番目の保育所等防音壁設置事業でございますが防音壁の設置が必要な保育所1か所に設置費用の助成を実施したものでございます一番下の緊急待機児童対策事業は年度途中入所の受け入れ施設を対象に保育所等が児童の受け入れにあたって必要となる設備の改修や保育士確保のための費用を助成したものでございます47ページをご覧願います2の子ども若者育成支援でございます まず子ども育成支援でございます。1つ目の児童育成施設運営では児童館学童クラブ事業に係る職員について国の日本一億総活躍プランを踏まえた処遇改善を実施したものでございます。2つ目の民設児童館整備助成は保育所整備と合わせて耐震化のため合築する児童館について整備費を助成したものでございます。3つ目の児童館整備は現在使用貸借契約を締結の上借り受けた民有地に設置している 安井児童館について契約期間が終了する平成31年度末までに安井小学校の敷地内に移転整備を行うため移転先の地質調査及び設計に着手したものでございます下から5つ目の子どもを共に育む京都市民憲章の推進は子どもを共に育む京都市民憲章推進協議会での審議を踏まえ29年度行動指針の策定実践推進者表彰式の開催などを通じて 実践の推進に取り組みました48ページをご覧ください1つ目の子育てを支え合える地域社会づくりについては子育て支援活動いきいきセンター集いの広場において地域支援と出張広場の両方を組み合わせた事業を新たに7カ所計18か所で実施するとともに子どもの居場所づくり支援事業として民間団体で実施する子どもの居場所づくりの取り組みに対する初期費用の助成アドバイザー事業の創設 運営のノウハウや注意点、事例集等を盛り込んだ冊子、子どもの居場所づくりの勧めの発行などを実施いたしました。また、子ども若者の未来を応援するための寄付の枠組みを再構築した育み未来応援事業などの取り組みを行いました。下から2つ目の生活保護世帯と生活困窮世帯の子どもに対する学習支援の充実では、拠点を新たに3か所開設し、市内17か所で実施しました。次に若者支援でございます。 一番下の児童養護施設対処者等支援の充実は327名の児童養護施設等の対処者を対象とした生活状況および支援に関する調査を実施するとともに青少年活動センターを拠点とした相談窓口を設け交流事業を行うなどの支援事業の実施や対処者自身が対処後の社会生活を送る上で必要な知識を入所中から身につけるためのハンドブック船出のためのナビの発行などを行いました。 保証券対策でございます上から4つ目の産婦検診ホットサポートでは1回5000円を上限に最大2回まで検診費用の助成を実施いたしました49ページをご覧ください要援護士心身障害児対策でございます1つ目の児童養護施設障害児通所施設等運営では児童養護施設職員障害児通所施設職員等について国の日本一億総活躍プランを踏まえた処遇改善を実施したものでございます 上から4つ目の乳児院整備助成は耐震化するとともに小規模グループ化をする平安特技会乳児院の建て替えに対する整備助成を実施したものでございます一番下の放課後等デイサービス運営補助等事業は主に重症心身障害児を受け入れる放課後等デイサービスの事業者に対し重症心身障害児の受け入れ人数に応じた運営補助を実施したものでございます母子父子及び家父福祉でございます3番目の ひとり親家庭自立支援対策は、自立支援教育訓練給付金事業の対象に、これまで対象外であった雇用保険による一般教育訓練給付を受けるひとり親家庭の親を対象に追加しました。最後に、4、災害対策その他でございます。災害対策の社会福祉施設等の耐震化の促進では、民間保育所と耐震改修助成で、耐震化計画に基づく耐震改修助成を行いました。 以上が子ども若者育み局の平成二十九年度決算の概要でございますよろしくお願いいたしますどうもありがとうございます以上で子ども若者育み局からの説明聴取を終わります理事者ご苦労様でございましたえ次の都市計画の理事者が入手するまでしばらくお待ち願いたいと思います それでは次に都市計画局からの議案の概要説明を聴取いたします理事者説明願いたいと思います畑都市計画部長説明願いますはい、着手して説明をお願いいたしますありがとうございますそれでは都市計画局の所管事業に係る平成29年度の決算につきましてご説明させていただきますお手元の京都市決算実績報告書の74ページ、74ページでございます 都市計画局決算の概要をご覧くださいまず1、決算総括でございます。都市計画局におきましては、市民の命と暮らしを守る安心安全のまちづくり、個性と活力あふれるまちづくりなど、次にご説明いたします、2の括弧1から各個5に掲げる5つの重点方針のもと、施策事業を実推進してまいりました。2の重点取り組みの実績をご覧ください。1市民のの命と暮らしを守る安心安心全まちづくりでは 空き家対策や民間建築物の耐震化対策、密集市街地災害炉対策、次のページに参りまして、市営住宅ストック総合活用事業などを推進いたしました。次に2、個性と活力あふれるまちづくりでは、魅力、活力あふれる持続可能な都市計画の推進や、ニュータウン活性化に係る取り組み、阪急落西口桂駅間プロジェクトなどを推進いたしました。3歴史文化都市の創生では 歴史的景観の保全に関する景観政策の充実や京町屋の保全継承京都の街並みにふさわしい広告景観の創出などを推進いたしました次のページに参りまして4人と公共交通優先の歩く町京都の実現では安心安全な東大寺歩行空間の創出やパークライドの利用促進京都駅八丈口駅前広場の運営生活交通の維持改善などの既存公共交通に関する取り組みなどを推進いたしました 最後に5低炭素循環型まちづくりでは住宅の省エネルギー化推進や公共建築物への再生可能エネルギーの率先導入を推進いたしました続きまして77ページの3都市計画局所管の決算額についてでございます金額につきましては1000円以下を切り捨てて万円単位でご説明させていただきますまず括弧の1一般会計あ、歳入でございます表の下の方の段の合計欄をご覧ください 一般会計歳入の合計は予算減額109億5356万円収入済額91億7330万円翌年度繰越額2億8355万円差し引きは14億9670万円でございます表の上の方にお戻りいただきましてその内訳でございますがまず分担金および負担金は予算9277万円収入1297万円で これは東日本大震災および熊本地震の被災者に対する市営住宅の提供に関し災害救助法の規定による救助経費を受け入れたものでございます次に使用料および手数料は予算61億3546万円収入55億2528万円でこれは市営住宅などにかかる使用料および屋外広告物許可などにかかる申請手数料収入でございます 次に国庫支出金は予算30億1477万円収入24億5505万円でこれは市営住宅の維持修繕や整備建築物の耐震化対策歴史的風土特別保存地区内の土地の買い入れ空き家対策や密集市街地対策の推進などにかかる国の負担金補助金で翌年度繰り越し額2億8068万円は 市営住宅の整備、住宅地区改良事業、建築物の耐震化対策などにかかる予算を一部翌年度に繰り越したものでございます。次に、風支出金は予算1億648万円、収入9662万円で、 これは木造住宅などの耐震改修助成や耐震診断が義務付けられた大規模建築物に対する耐震改修助成などにかかる風の補助金などで翌年度繰り越し額286万円は耐震改修助成事業の一部を翌年度に繰り越したものでございます次に財産収入は予算2億6405万円収入1億8958万円でこれはパセオ大五郎などの年貸付収入 都市計画地図などの物品売り払い収入などでございます次に繰入金は予算4億4245万円収入1億4880万円で落差ニュータウンの維持管理や既存住宅の省エネリフォーム支援事業などの財源に充てるための基金からの繰入金でございます次に初収入は予算8億9756万円収入7億4497万円で これは安全住宅改善資金融資などに係る預託金管理収入などでございます続きまして E の歳出でございます表の下段の合計欄をご覧ください一般会計歳出の合計は予算減額147億6,980万円支出済み額122億1,959万円翌年度繰り越し額7億1,030万円扶養額は18億3,990万円でございます 表の上の方にお戻りいただきまして、その内訳でございますが、まず、総務費、財産費は予算2億7000万円、支出2億6619万円で、これは私有建築物の維持修繕などに要した経費で、不要380万円は維持修繕工事費の落札減などによるものでございます。次に、計画費、計画総務費は予算11億2484万円、支出8億6471万円で、 これはお池,池公共地下道の維持管理のほか、景観まちづくりセンターの運営、空き家対策推進事業などに要した経費でございます。繰り越し720万円は、空き家活用流通支援等補助事業の一部が年度内に完了せず翌年度に繰り越したもので、不養2億5292万円は、財産売り払い収入の見込み減による基金への積立金の減、空き家対策推進事業における補助金の減などによるものでございます。 次に都市計画費は予算8億2249万円支出5億8786万円でこれは都市計画法に基づく事務やアルクマ地球との推進などに要した経費でございます。 繰り越9620万円は、駅等のバリアフリー化の推進について、対象事業が年度内に完了せず、翌年度に繰り越したもので、不要1億3842万円は、駅等のバリアフリー化の推進事業や、インバウンド対応型鉄道機動車両整備事業における補助金対象事業費の減などによるものでございます。次に、風知備美費は予算9億7692万円、支出8億3434 34万円で、 景観政策の推進、風池保全や宅地開発指導に要した経費で、不要1億4258万円は、都市計画法等の違反行為や違反屋外広告物に対する行政代執行を行わなかったことや、広告景観づくり推進事業における嘱託員報酬の減などによるものでございます。次に、建築指導費は予算6億9275万円、支出4億7689万円で、 これは建築指導審査や建築物の安全対策などに要した経費でございます。繰り越1690万円は大規模建築物に対する耐震改修計画作成や耐震改修への助成などについて対象事業が年度内に完了せず翌年度に繰り越したもので、不要1億9896万円は 木造住宅などの耐震改修への助成や既存耐震不適格建築物に対する耐震改修計画作成や耐震改修への助成における補助金の減などによるものでございます次に住宅政策費は予算18億599万円支出16億5376万円で子育て若年層世帯向け住まい支援事業や既存住宅の省エネリフォームへの支援などに要した費用で不要1億5223万円は 安全住宅改善資金融資の見込み減や子育て仕様にリノベーションする民間住宅の改修に対する補助金の減などによるものでございます次に住宅管理費は予算44億8136万円支出42億6116万円でこれは市営住宅の維持管理に要した経費であり不要2億2019万円は市営住宅の維持修繕経費の落札減などによるものでございます 次に住環境整備費は予算45億9542万円支出32億7465万円で市営住宅の改善住宅地区改良事業などに要した経費でございます繰越額5億9000万円は市営住宅の改善について国の補正予算に伴う国費を活用し事業を実施するために2月補正予算に計上したことや関係者との協議に時間を要したことなどにより翌年度に繰り越したものでございます 扶養7億3077万円は、市営住宅改善事業の落札減や建物買収等にかかる交渉の難航による執行残などによるものでございます。続きまして、括弧の2、駐車場事業特別会計でございます。予算は4900万円、決算は4714万円で、これは第5駐車場の管理運営および駐車場取得にかかる私災の償還に要した経費でございます。 続きまして78ページをご覧ください主要施策の概要につきまして政策的新規充実事業を中心にご説明いたしますまず1都市計画の町再生創造推進でございます上から2つ目の京町屋保全活用推進事業では京町屋の活用促進京町屋の保全活用を推進する新たな仕組みの構築として京町屋を次世代に引き継ぐための条例の制定を行い 京町や所有者と活用希望者のマッチング制度を構築いたしました歴史都市京都における密集市街地等に関する対策の推進では防災まちづくり活動支援として優先的に防災まちづくりを進める地区において地域の現状把握や課題の共有防災まちづくりを進める上での方針計画の検討を行いましたまた計画実現に向けた自主的継続的な活動を推進するため専門家派遣などの支援を行いました 次に都市計画でございます魅力あるまちづくりを目指した持続可能な都市の構築の検討では持続可能な都市の構築の検討のため検討部会を設置し都市計画マスタープランの実効性をより高めるプランの検討などを行いました次に2風地美観でございます上から3つ目の歴史的景観の保全に関する景観政策の充実では 世界遺産をはじめとする京都の景観上重要な要素となる自社などとその周辺の景観の保全に必要な具体策を取りまとめ京都市長房景観創生条例等の改正を行いました79ページに参りまして上から3つ目の広告景観づくり推進事業では広告景観のさらなる向上を図るため是正指導や京都にふさわしい広告物の普及に取り組みました次にこと保存では 歴史フード特別保存地区内の土地の買い入れや施設整備維持管理を行うとともに三山森林景観保全再生ガイドプランに基づき小倉山の森林整備や管理道整備などを行いました次に開発指導でございます宅地開発指導では無秩序な市街化の防止や宅地災害の防止のため開発行為等に係る許可指導等を行い宅地安全対策では大規模盛土造設置調査を実施いたしました 次に3建築指導でございます上から3つ目の民間建築物の耐震化対策では要安全確認計画記載建築物耐震化対策として京都市建築物耐震改修促進計画において指定する道路沿道に位置し地震による倒壊で緊急車両の通行を妨げる恐れがあるものとして耐震診断が義務付けられている建築物に対しその耐震診断にかかる費用を助成する制度を創設しました。 次に、4、建物管理では、私有建築物の安全性の確保や効率的な活用を目指し、維持修繕を実施いたしました。次に、5、交通政策でございます。歩くまち京都総合交通戦略の推進では、安心・安全な東大寺歩行空間創出事業、駅等のバリアフリー化の推進、パークアンドライド利用の促進、80ページに参りまして、市内周辺部における生活交通の維持・確保に係る民間バス事業者への支援などに取り組みました。 1一つ飛ばしまして、鉄道施設整備助成事業では、インバウンド対応型鉄道機動車両整備事業として、訪日外国人旅行者等の観光需要に対応した公共交通を実現するため、事業者が実施する多言語表記等の車両整備に対して、国、府とともに協調補助を行いました。次に6、住宅政策でございます。 上から2つ目の住宅の省エネルギー化推進では既存住宅の省エネ改修に対する助成に加え新築住宅の省エネ化を推進するため京都の暮らし和の文化を生かした省エネ住宅の普及を目的とした冊子の作成などを行いました次に7住宅管理では市営住宅2万3493戸の維持管理空き家整備等を行いました次に8住環境整備でございます市営住宅改善事業では 八条、洛市、数神南部等の各団地において団地再生事業を推進したほか、第五南、片木原の各団地において耐震改修、エレベーター設置工事を実施いたしました。81ページにまいりまして、住宅地区改良事業では、数神地区の建物の買収、補償、除却などに取り組みました。次に、旧計画総務でございます。上から3つ目のニュータウンの活性化に係る取り組みの推進では、 落差ニュータウンアクションプログラムおよび向島ニュータウンまちづくりビジョンを策定しニュータウンの活性化にかかる取り組みを行いました最後に10駐車場事業特別会計でございます第5駐車場の維持管理および駐車場取得にかかる資債の返済を行いました平成29年度決算のご説明は以上でございますご審議のほどよろしくお願いいたしますはいどうもありがとうございます以上で都市計画局の説明聴取を終わりますごご苦労様でございました 次の県政局の理事者が入室するまでしばらくお待ち願いたいと思います。 それでは次に建設から議案の概要説明を聴取いたします。理事者説明願いたいと思います。山本建設課部長、説明をよろしくお願い,いします。はい、着手してお願い,いたします。ありがとうございます。<laughs> それでは建設局分の平成29年度決算につきまして、お手元の平成29年度京都市決算実績報告書に基づきましてご説明をさせていただきます。決算実績報告書の82ページをお開き願います。82ページでございます。 建設局決算の概要でございますまず1、決算総括についてでございます。平成29年度は大きく4つの視点で事業を進めてまいりました。まず1点目が文化とちづくりを融合させるため、本島町の無伝中華や京都の庭園文化を生かしたアメニを完成させるなど、文化史と京都にふさわしい公共空間の創出に取り組んだこと。 2点目といたしまして、市民の皆様の命と暮らしを守り、安心安全で快適な京都の街を守るため、防災・減災対策を着実に進めてまいったこと、3点目です、アプリケーション三桁の一層の活用や、地域において日常的に利用される道路や公園などの維持保障を充実することで、公共土木施設の適切な維持管理に努めてきたこと、4点目、自転車保険加入の義務化に向けた取り組みなどの自転車政策を推進したほか、 北線通りや鴨川東岸線などの道路整備事業を着実に進めるなど都市基盤の強化と都市の魅力向上に取り組んだことでございます今後も市民の皆様の命と暮らしを守る取り組みを進めるとともに京都の文化力向上など新たな付加価値の創出や人と物の交流促進と町の継続的成長を支えるためのちづくりを進めてまいります 次の2、重点取り組みの実績につきましては、後ほど4、建設局主要施策の概要のところで、それぞれの決算額と合わせてご説明を申し上げます。次に84ページでございます。3、建設局所管の決算額についてでございます。金額につきましては、100万円未満を切り捨ててご説明をさせていただきます。1、一般会計 A、歳入についてでございます。主に収入済み額 B の欄でご説明を申し上げます。 分担金および負担金1億4700万円は道路改良に伴う企業者負担金などの収入で使用料および手数料39億3700万円は道路専用料や駐車場使用料などでございます国庫支出金47億7600万円は道路、河川、公園などの整備に対する国の補助金で風支出金5億1900万円は都市,都市基盤河川改修事業に伴う負の補助金などでございます財産収入5億500万円は 土地や山科駅前市街地再開発ビルの貸し付けに対する収入でございます。寄付金2億100万円は、京都市都市整備公社が24年度から一般財団法人に移行したことに伴う、余剰資産の生産にかかる寄付金などでございます。繰入金3億8800万円は、公共施設等の整備管理や緑化推進事業などの財源とするため、基金から繰り入れたもので、初収入5億5400万円は、企業者の道路掘削に伴う路面復旧受託工事収入や、 撤去した放置自転車の保管料などの収入でございます。歳入合計といたしましては、予算減額162億5700万円に対しまして、収入済み額110億2900万円、繰越額28億2300万円、不収入額24億500万円でございます。翌年度繰越額は、歳出予算の繰越しに伴いまして、30年度に収入することとなったものでございます。不収入の主な理由といたしましまてはここ 補助金の内需落ち及び小栗排水機場周辺浸水被害に係る弁償金が訴訟継続中であり収入できなかったことなどによるものでございます。続きまして、E、歳出でございます。土木費は支出積み額225億7100万円、繰り越し額68億3800万円、扶養額36億3000万円でございます。繰り越ししの主な理由といたしましては 京都府警察、河川管理者などの関係機関との協議に時間を要したものが26億円、地元調整に時間を要したものが20億円などでございます。繰越額は昨年に比べまして、5億円の減額となっておりますものの、今後もさらなる繰越抑制に努めていく必要があると考えてございまして、地元や関係機関とはできるだけ早い時期から調整を図るとともに、事前の発注準備を進め、早期発注に取り組むことなどによりまして、より一層の繰越抑制に努めてまいりたいと考えてございます。 不要のむな理由は国費を獲得できずに執行できなかったことや入札差金が生じたことなどによるものでございます災害対策費は出身額1億6200万円繰越額1億700万円不要額8100万円でございます繰越のむな理由は国庫負担金にかかる手続きに時間をしたことなどによるもので不要のむな理由は29年度は当初の想定に比べまして災害による被害が少なかったことによるものでございます 歳出合計といたしましては、予算減額三百三十三億九千百万円に対しまして、支出費額二百二十七億三千三百万円、繰越額六十九億四千六百万円、扶養額三十七億一千百万円でございます。以上、建設局の決算額は、京都駅八十億駅前広場の整備や、阪急・京都線連続立体化。 立体、差化事業といった大規模事業のメドが一定ついたことなどによりまして、前年度比約19億円の減となっております。けれども、先ほど述べました4点を軸に、一定事業が推進できたものと考えております。続きまして、括弧の2、土地区画整理事業特別会計でございます。歳入決算額は3億5400万円でございます。これは、上富は南部地区の保留地を売却した収入や、28年度決算の余剰金などでございます。 歳出決算額は1億700万円で伏見西部第四地区区画整理事業における工事費用などで繰越額5400万円、扶養額2億3900万円でございます。括弧の3、駐車場事業特別会計は歳入決算額、歳出決算額ともに7億9000万円、扶養額は5200万円でございます。85ページにお移りをいただきまして、4、建設局主要施策の概要でございます。表のの右から2列目の 決算額でをを中心にご説明を申し上げますはじめに1道路事業についてでございます。公共事業評価300万円は事業の再評価などに要した経費でございます。道路維持補修等41億2100万円は道路の清掃除草をはじめ、舗装道補修、おもてなし除草、歴史都市京都にふさわしい良好な道路空間の創出、交通安全対策などに要した経費でございます。右端の列の括弧内の繰り越し額6億7700万円は、 舗装道補修や交通安全対策において地元調整などにに時間を要したことによるものでございます地域において日常的に利用される道路の維持補修の充実7500万円は各土木事務所において小規模な補修につきましては直営作業により迅速な対応に努めているところでございますけれども規模が大きく業者発注が必要となる補修につきましては市民ニーズにできるだけ早急にお答えするために用した経費でございます。ICT を活用した 市民共同による公共土木施設の維持管理300万円は市民共同アプリケーション三桁隊の運用などに用した経費、京都御苑周辺道路の歩行空間改善事業1600万円は烏丸通り沿いの転落防止策の設置に用した経費でございます。石畳舗装維持補修5300万円は辰巳通りねねの道の石畳舗装の補修に用した経費、京都高速道路の移管に伴う関連道路の検討等1900万円は 新中城通りの無料化に伴う影響検討や将来道路ネットワーク研究会の運営などに要した経費でございます無電中華事業3億9100万円はポント町通りや銀閣寺道などの工事等に要した経費道路特別整備1億5500万円は国庫補助事業として実施した国道162号の高尾改良や川東航空京都広川線深山線の広河原深山線の 北航空などの整備に要した経費でございいまますすページを開き願います道路改良9600万円は市単独事業として実施した恥ずかし橋関連道路などの整備に要した経費命を守る都市基盤防災・減災対策プロジェクト33億7900万円は命を守る橋梁健全化プログラムに基づく橋梁の耐震補強や老朽化修繕国道162号など緊急輸送道路等に面する 斜面の防災対策などに要した経費でございます右端の列の扶養額6億5700万円は国費が獲得できずに未執行が生じたことなどによるものでございますその下の括弧内繰り越し額8億2800万円は橋梁の耐震補強老朽化修繕において河川管理者等関係機関との協議に時間を要したことなどによるものでございます交通バリアフリー対策など2億8900万円は 伏見地区、烏丸地区におけるバリアフリー事業などに要した経費、JR 佐賀野線京都丹波口間新駅設置事業3900万円は、新駅設置に伴う周辺整備に要した経費、安心安全な東大寺歩行空間創出事業2700万円は、歩道の勾配改善に要した経費でございます、国直轄事業負担金9億500万円は、国が直轄事業として施行した国道9号などの道路整備事業に対する本市の負担金で、 住宅工事1億200万円は、企業者掘削後、あと路面復旧、住宅工事に要した経費でございます。次に2、街路事業でございます。重要幹線街路整備12億5300万円は国庫補助事業所、国庫補助事業として実施した鴨川東岸線や北線通りなどの整備に要した経費で、次の幹線街路整備1億8500万円は、市単独事業として実施した中山岩見線などの整備に要した経費でございます。 半区京都線連続立体交差化事業に要した経費は8億600万円 JR 佐賀野線京都丹波口間新駅設置事業8億1400万円は新駅の駅本体工事にかかる JR 西日本に対する負担金で右端の列の括弧内の繰り越し額16億8400万円は交通管理者や潮移転企業者などとの協議に時間を要したことになどによるものでございます歩いて楽しい街中戦略の推進 9300万円は、市場通りの歩道拡幅事業に伴う、地上機器の移設に要した経費です。JR7 線高速化、伏線化、第2期事業に要した経費は3億7400万円でございます。次に3、自転車政策についてでございます。自転車安全利用の推進に要した経費は4700万円で、87ページにお移りをいただきまして、放置自転車対策2億7500万円は、放置自転車等の撤去や、 駐輪場の設備修繕などに要した経費でございます自転車向け保険加入の義務化に用した経費は800万円、駐輪場における誰もが利用しやすい二段ラックへの更新に用した経費は2000万円で、自転車走行環境の整備に用した経費は1億4800万円でございます。次に4、浸水防除事業でございます。普通河川改良2億6400万円は、小樹尾川などの整備に用した経費、高瀬川再生プロジェクト9000万円は、 備前島橋から綾小路橋までの改修工事等に要用した経費でございます命を守る都市基盤防災・減災対策プロジェクト6億5500万円は普通河川整備プログラムに基づく4河川の整備や普通河川点検業務排水機場の老朽化修繕に用した経費でございます河川維持管理7億300万円は河川の流化能力を回復させるために実施した春節や護岸の補修等に要用した経費 排水路改修9900万円は、幹線排水路および一般排水路の改修に要した経費でございます。歴史的風土を生かした広沢池保全事業9万8000円は、広沢池の保存管理基本計画策定に向けた資料作成等に要した経費、水路等にかかる通路橋適正化事業1500万円は、専用許可を得ずに、専用を続けている水路等にかかる通路橋について、適正化を図るために要した経費でございます。 国立排水機場周辺浸水被害関連経費900万円は被害者への損害賠償に用した経費都市河川整備11億9600万円は旧安床寺川などの都市基盤河川の整備に用した経費でございます繰越額4億7600万円は地権者など地元調整に時間をしたことなどによるものでございます88ページを開き願います次に5緑化推進でございます 公園維持管理10億8200万円は905箇所の公園の維持管理などに応した経費街路樹等育成管理5億1000万円は公用街路樹2段階選定や白川疎水通りにおいて地域住民主体で住める街路樹等の維持管理に取り組んだことなどに応した経費でございます緑の基本計画に基づく緑化推進900万円は市民の皆様のと,との共感による緑化推進に応した経費花と緑あふれるまちづくり 2億9700万円は中央分離帯に新たに香木を植栽する道路の森づくりや東堀川通りにおいて地域住民主体で住める街路樹などの維持管理などに取り組んだことに要した経費でございます健康長寿のための公園づくり300万円は4公園に健康遊具を設置したものでニュータウン活性化にかかる取り組みの推進7700万円は向かい島や落差ニュータウンの季節公園の再整備に要した経費 宝ヶ池公園の魅力工場500万円は豊かな森を育てる不眠税交付金を活用して森林環境を保全・再生することに要した経費でございます89ページをご覧願います名所丸山公園再生日には7300万円東山自然緑地における花の名所づくりに要した経費は1億2800万円でございます JR 佐賀野線京都丹波口間新駅設置事業5700万円は新駅設置に伴う 梅小路公園再整備に応じた経費梅小路公園の魅力向上と周辺地域の活性化には5600万円その他公園整備3億1000万円は畑たクルスの野公園の新規整備や有林公園の再整備などに要した経費でございます6土地区画整理事業の11億900万円は本市が施工する伏見西部大山地区などの区画整理事業に応じた経費7 土地区画整理事業特別会計の決算額は1億700万円でございます。8、市街地再開発事業でございます。山科駅前地区公共施設維持管理3億3700万円は、再開発施設の1つである健康文化施設の賃借などに要した経費、そのほか公共施設等修繕に7000万円、自転車庁等駐車場維持管理に4500万円を要しております。9、駐車場事業でございます。 駐車場運営2億1300万円は、路外駐車場1カ所、観光駐車場4か所の運営に応した経費、駐車場事業特別会計繰り出し金2億3200万円は、出町、お池、山科駅前の各駐車場建設のために発行した、私災償還の財源として、一般会計から繰り出したものでございます。10、駐車場事業特別会計7億9000万円は、出町など各駐車場にかかる維持管理や交際費の償還に要したものでございます。 九十ページを開き願います。十一基金積立金五千六百万円は、将来の修繕に備えまして、駐車場基金などに積み立てるために、一般会計から繰り出した経費でございます。最後に12、十二災害対策事業でございます。決算額は一億六千二百万円で、これは豪雨などの自然災害の影響により損壊した道路や河川の復旧に要した経費でございます。 以上が建設局所管の決算の概要でございますよろしく審議くださいますようお願いを申し上げますはい、ありがとうございます以上で建設局からの説明聴取を終わります理事者はご苦労様でございましたう、えー、ま,あ、まあく正午でありますけれどもこのまま文化会を続行いたしますのでよろしくお願いいたします次の教育委員会の理事者が入室するまでしばらくお待ち願いた,たいと思います それでは、次に教育委員会からの議案の概要説明を聴取いたします。理事者説明願いたいと思います。東村部長説明お願いいたします。よろしくお願いします。え、直接してお願いいたします。はい、平成二十九年度の教育委員会関係の決算についてご説明申し上げますので。平成二十九年度京都市決算実績報告書の九十一ページをご覧ください。 1>, 1、決算総括とに重点取り組みの実績については、内容が重複するところもございますので、2、取り組み重点の実績から主な項目についてご説明申し上げます。まず、上学校1、開かれた学校づくりと市民との共感で進める教育改革の学校等及び新しい学校づくりにつきましては、向島修練小中学校や京北地域小中一貫教育校創設に向けた取り組みを推進いたしました。また、五所東小学校の整備に取り組み、本年4月に市内では26年ぶりとなる新設校として開校 たたしましま次に両学校に確かな学力の育成につきましては小学生対象のジョイントプログラムや中学生対象の学習確認プログラムの実施回数を2回増やし計15回としたほか基礎的な学習や学習習慣を身につけるためボランティアや退職教員が学習サポートを行う未来スタディサポート教室を全中学校に拡大としました。 92ページをご覧ください次に両学校3創造的で個性豊かな子どもの育成につきましては京都ならではの英語教育伝統文化教育の取り組みとして全ての小学校中学校高等学校において茶道等の伝統文化体験活動の実施や外国語指導助手の計画的な増員等に取り組みましたまた学校図書館の活用促進等につきましては全校に配置しております学校師匠の配置日数のさらなる拡大を図っております生き方探求教育の充実等につきましては 政治的教養を運ぶためモデル校を中心に本市独自の学習指導集を活用した授業や外部機関と連携した出前授業を実施するなど発達段階に応じた指導の充実に取り組みました日本語指導体制等の充実につきましては総合的な支援を行うトータルサポート校を中心に日本語の理解が十分でない帰国外国人児童生徒への支援体制の充実を図っております 学校4心身ともに健全に高ましい子どもの育成につきましては特別の教科道徳に関する指導内容や評価等についての実践研究に取り組みました。 いじめ不登校対策の充実につきましてはいじめ防止に関する国の基本方針の改定を踏まえ京都市いじめの防止等取り組み指針を改定するとともにスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置拡大等を行いましたまた警察や学校薬剤師保健主事等の協力によりすべての小学校中学校高校での薬物乱用防止教室の実施等子どもたちを危険から守るための取り組みを推進いたしました 食育健康教育、体力向上、安全教育等の推進に関する取り組みでは、和食というの一層の充実と多様化を図るため、5カ年計画でのスチームコンベクションオーブンの導入の開始、また部活動において、生徒の活動の充実と教員の働き方改革の観点から、部活動指導員を志向的に配置し、効果の検証を行いました。 さらに京都市通学交通安全プログラムに基づく取り組みにより安全対策の充実を図っております。今日以上3ページをご覧ください。小学校後、障害のある子どもへの教育の推進についてでございますが、就学前段階の配慮、支援の情報を小学校に伝える就学支援シートを市内すべての就学前施設で実施したほか、ルディ等通級指導の充実などに取り組みました。 両学校6、魅力あふれる高校づくりの推進では、新しい定時性単独高校、新しい普通科系高校の創設や、道田美術工芸高校の移転整備に向けた取り組みを推進いたしました。両学校七子育て支援の充実では、平成27年度から、長期休養期間中を含む原則平日18時までの預かり保育を、一律幼稚園の前言において実施いたしました。 両学校8子どもたちが生き生きと学べる安心安全で特色ある教育環境整備につきましては学校施設の防災機能強化と整備事業として学校体育館やプールについて施設の同級化等を踏まえ計画的に整備を実施しておりますまた平成28年度に策定した京都市学校施設マネジメント基本計画の内容を踏まえ学校施設を最適に維持管理し有効活用を図るための具体的な年次計画等を定めた京都市学校施設マネジメント行動計画を策定としましたさらに市内、えー 市内木さん、宮古そま城を活用した学校図書館の環境整備に加え、学校通りへの様式化や、教育環境や地域の防災拠点としての整備事実を進めております。最後に、両学校旧障害学習の推進につきましては、一列図書館のさらなる利便性向上のため、京都一列芸術大学附属図書館との図書資料の相互対策の開始や、阪急から住む駅への返却ポストの設置などに取り組みました。 また世界の博物館関係者が一堂に会する国際博物館会議アイコム大会が平成31年9月に日本で初めて京都で開催されるにあたりオール京都体制で開催準備を行う京都推進委員会の運営京都市内博物館施設連絡協議会に加盟する博物館との連携によるプレイベントの実施など大会成功に向けた取り組みを進めております94ページをご覧ください 次に教育委員会事務局決算の概要をご説明いたします。同学校1、あ、一般会計歳入のうち、分担金及び負担金はおよそ4100万円を収入しており、日本スポーツ振興センター掛け金の保護者負担金でございます。使用料及び手数料およそ10億5000万円を収入しており、高等学校授業料、幼稚園保育料や青少年科学センター入場料等の施設使用料収入などの手数料収入の合計でございます。 国庫支出金はおよそ151億8000万円を収入しており義務教育の教職員給与費や学校施設増改築などの国庫負担金小・中学校の修学援助費学校施設整備費などの国庫補助金スーパーグローバルハイスクールなどにかかる国庫委託金の合計でございますなお学校施設整備にかかる国庫補助金のうち6億4000万余りを平成30年度に繰り越しております 付資金は2800万円余りを収入しており、預かり保育にかかる付補助金などでございます。財産収入は9200万円余りを収入しており、教育委員会が所管する財産にかかる貸付収入などでございます。寄付金は2400万円余りを収入しており、各事業にかかる特殊化寄付金でございます。 実費税金は400万円余りを収入しており、青少年科学センターに環境学習に関する新たな展示の導入を検討するにあたり、環境、共生、市民、共同事業基金から繰り入れた収入などでございます。諸収入にはおよそ2億3000万円を収入しており、京都市学校給食強化開付金の返還金や、被災地派遣職員によるかかる給与費、高熱水位第三者使用分の実費収入などの合計でございます。 次に一般会計歳出の教育費の決算額は、1041億4000万円余りでございます。内訳につきましては、教育総務費として841億1000万円余りの支出となっており、そのうち京都府から移譲されました小中総合支援学校の教員分も含め、教職員等にかかる人件費が約791億円、その他小中一貫学習支援プログラムをはじめとする学力向上対策や、スクールカウンセラーの配置など、いじめ不登校対策、その他各種施設に要した経費の 合計、OK、でございます。 小学校費としてはおよそ41億8000万円の支出となっており、経上運営費約26億円や、修学援助費、校内ランの運営に用した経費などの合計でございます。中学校費といたしましては、およそ24億2千万円の支出となっており、経上運営費に約12億円や、修学援助費、校内ランの運営に用した経費の合計でございます。高等学校費としておよそ7億6千万円の支出となっており、経上運営費約4億円や、校内ランの運営、その他高校教育に用した経費の合計でございます。 幼稚園費としてはおよそ8900万円の支出となっており、経常運営費約7000万円や、その他幼稚園教育に用した経費の合計でございます。社会教育費としておよそ約20億円の支出となっており、障害学習総合センターや京都市図書館、学校歴史博物館の運営に用した経費の合計でございます。青少年科学センター費として9000万円余りの支出となっており、青少年科学センターの運営に用した経費でございます。学校施設整備費としてはおよそ 105億円余りの支出となっており、このうち学校増収用対策や向島中学校区小中一貫教育校整備などに約35億円、新しい定時制高校、普通科系高校、道田美術工芸高校の移転など、高校の施設整備管理に約4億円、学校施設等の維持修繕に約18億円、学校の長寿命化事業に約14億円、体育館やプールの改築、リニューアルに約26億円などを当てた合計でございます。また学校施設整 のうち24億9970万を平成30年度へ繰り越しておりますこれは学校の心臓軸事業や修繕にあたり学校教育活動への配慮や隣接者との調整に時間を要したことなどによるものでございます 利用額につきましては、教育費全体およそ21億円であり、その主なものとして教育総務費の約15億円学校施設整備費の約4億円となっております。教育総務費の扶養の主な理由は、年度途中の退職者数が見込みをしまう。 下回ったまた学校施設整備費の不養額の主な理由は学校等の施設整備における入札源などによるものでございます,まいます続きまして個別の決算額についてでございますが先ほどご説明いたしました重点取り組みに記載の項目を中心に具体的事業の重複を避けながらご説明させていただきます95ページをご覧ください 学習指導の充実では少人数学級の推進としておよそ41億4千万余りを支出しその中で小学校2年生の35人学級中学校3年生の30人学級を実施いたしましたまた学力向上対策に3億1千万余りを支出しその中で小中一貫学習支援プログラムの実施回数増や学習指導要領の改定に向けた実践研究と環境整備また第12回小中一貫教育全国サミットの開催などを実施いたしました 伝統文化教育の充実ではおよそ7000万円を支出し子どもたちの伝統文化体験の推進や文化庁移転に向けた文化芸術の進興として専門家による学校での伝統文化文化芸術体験の充実などに取り組みました。96ページをご覧ください 国際化に対応した教育の推進では2億8000万円余りを支出しその中で小学校英語の強化化を見据えた外国語指導女子の増員や高校における実用英語検定の実施等に取り組みました障害のある幼児児童生徒の教育の推進では5億3000万円余りを支出し新たに学校教育の場における手話に対する理解促進のため手話条例の趣旨や身近に使える手話等を紹介したリーフレットやビデオ教材の作成等に取り組みました97ページをご覧ください 児童・生徒の健全育成としてしなやかな道徳教育総合実践推進事業ではおよそ1500万円を支出しその中で小学校で使用する特別の教科道徳の教科書採択や指導計画の作成等を行いましたいじめ不登校対策学校での教育生活相談の充実ではおよそ3億5000万円を支出し引き続きスクールカウンセラースクールソーシャルワーカーの配置拡大やクラスマネジメントを活用したいじめ不登校などの未然防止や早期発見等に取り組みました 98ページをご覧ください食育の充実では2億9,000万円余りを支出し引き続き文化庁移転に向け日本料理に学ぶ食育カリキュラムの推進や本市独自予算による 栄養教育の配置拡大等に取り組みました学校等施設整備の充実として学校教育環境の整備充実では34億5000万円余りを支出し五所以外小学校の開校に向けた整備や向かい島中学校区慶應地域での小中一貫教育校の整備を行いましたまた高校関係では新しい定理性新しい普通科系高校整備や同大美術工芸高校学校移転整備などに取り組みました 99ページをご覧ください障害学習の推進では学習活動として家庭教育や子育て支援の充実に1700万円余りを支出しその中で携帯情報通信機器に関する学習啓発プログラムや情報モダル市民インストラクターによる保護者向け啓発講座などに取り組みましたまた文化庁移転に向けた文化芸術振興として100万円を支出し障害のある方の文化芸術活動の推進に取り組みました 障害学習施設運営としておよそ19億円を支出しその中で京都市平安京創生館の多言語対応や市内材木さんを活用した木のぬくもりのある図書館づくり等に取り組みました説明は以上でございますよろしくお願いいたします以上で協議委員会のからの説明調書を終わりますごご苦労様でございました、えー、明日日日木曜日は午前11時から あ、すいません,あません、えー、明日3日水曜日は午前10時から保健福祉局の審査を行いますので、よろしくお願いをいたします。本日の文化会はこれをもって参加いたします。皆さんご苦労様でございました。